問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、練習しましょう。 例ホテルで会社員の男の人と女の人が話しています女の人は明日何時までにホテルを出ますかでは明日は9時半に事務所にいらしてくださいはいえー、っとこのホテルから事務所までタクシーでどのぐらいかかりますかそうですね 三十分もあれば着きますね。じゃあ、九時に出ればいいですね。あ、朝は道が混むかもしれません。十五分ぐらい早めに出られた方がいいですね。そうですか。じゃあ、そうします。女の人は、明日、何時までにホテルを出ますか。 最も良いものは一番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは一番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。 1番会社で男の人と女の人がメモを見ながら話しています男の人は何を注文しますか必要な文房具書き出してみたんですけど見てもらえますかうんえー、っとのりとボールペンあボールペンはいいわもう私の方で注文して今日届くことになってるから それから、ノートと封筒。あれ封筒はまだ結構残ってたようだけどまだあるんですが今日の午後大量に使うので注文しといた方がいいと思ったんですけどじゃあ必要ねそれからコピー用紙はね毎月届けてもらってるから注文しなくていいのよはいじゃあこれで注文よろしくねはいわかりました 男の人は何を注文しますか二番女の人と母親が話しています女の人は友達に何をプレゼントしますか お母さん、友達に赤ちゃんが生まれたんだけど、お祝い何がいいと思うそうね。よく送るのは着るものとかおもちゃだけどね。そうだよね。私も服がいいなって思うんだけど。ただ、みんな赤ちゃんの服やおもちゃをあげるでしょだから友達に使ってもらえるものをあげるのもいいんじゃないえ服とか 服もいいけど赤ちゃんが生まれると着替えとかタオルとかいろいろ持ち歩くものが多くなるでしょだからたくさん入るバッグなんかどうあなたが生まれたときもらって嬉しかったわ。そっか。じゃあ私もそうしよう。女の人は友達に 何をプレゼントしますか？三番。友達から留守番電話にメッセージが入っていましたこのメッセージを聞いた後、まず何をしますか もしもし、まさこです。急なんだけど、明日の夜、ご飯一緒にどう駅の近くに美味しいお店を見つけたから、そこで。そのお店、結構混むから予約したいし、来られるかどうかなるべく早く教えてくれるできたら、ご飯食べながら、今度一緒に行く旅行の計画立てない飛行機の予約は早い方がいいしね。じゃあね。 このメッセージを聞いた後、まず何をしますか4番母親と息子が話しています。息子はこの後、まず何をしますか ハロー今かから出かけるのうん駅前の映画館で友達と映画見てくるあそうそれなら駅前の郵便局によってこの荷物出してってくれないえちょっと本屋に寄ろうと思ってたのになまあ映画のあとにするかじゃあ出してきてあげるよありがとう急ぎだから映画の前に行ってねはいお金え こんなにかかるの余った分はご飯代にでも使いなさいやった息子はこのあとまず何をしますか5番会社で女の人と男の人が話しています。ポスターののデザインの どこを変えますか田中くん夏休み子ども映画会のポスターできたはいこんな感じでどうでしょうか映画のタイトルを大きくして目立つようにしてみました悪くないけどタイトルが大きすぎて絵がよく見えなくなってるわねああそうですねじゃあ絵に重ならないようにタイトルを絵の下に動かします それと、日にちや場所なんかの情報。ちょっと文字が小さくて、子供にはわかりにくいんじゃないかしら。でも、それは親と一緒に来るでしょうから、大丈夫だと思いますよ。ああ、まあそうね。じゃあこれでいこうか。でも、地図はもっと大きくして。わかりました。では、すぐに直します。 ポスターのデザインのどこを変えますか六番先生が学生に説明しています学生は授業を休んだらまず何をしなければなりませんか この授業では毎回宿題を出します。遅れて出した宿題は採点しませんから気をつけてください。授業を欠席した場合は次の授業までに必ずできるだけ早く私に連絡して宿題を確認してください。それから次の授業には欠席届を持ってきてください。 欠席届は学校の事務室にあります学生は授業を休んだらまず何をしなければなりませんか